はいどうも、ご安全に青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回は円錐と円錐台の展開について解説していきます。最近は材料屋さんにカットから曲げまでセットでお願いすることも多いと思いますので、必要ないって人も多いかもしれませんが、そんなことはありません。何かの勘違いで間違えたものが届いた時にどこが違うのかを指摘することもできますし、板厚を考慮しないといけないので、展開が分かっていれば青函で作りやすいように工夫して発注することもできます。というわけで今回は円錐と円錐台の展開の仕方と板厚を考えて実際に製作する時の注意点について解説していこうと思いますので、最後まで視聴してみてください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。円錐や円錐台とはどんなものか知っていますか？円錐とはこのような形のものを言います。どちらも円錐です。その中でも頂点と底面の中心を結ぶ直線が底面に直交するような円錐を直円錐と言い、そうでない円錐を斜円錐と言います。一般的には直円錐のことを円錐と呼んでいますよね。円錐台とは円錐を底面に平行な平面で切った立方体のことを言います。皆さんが製作するものはこの円錐台だと思います。鉄工業界ではコニカルやテーパーなんて呼ばれていますよね。今回は円錐台、コニカルの展開を解説します。青函で円錐の製作は頂点まで曲げることが困難なために製作することは基本的にありません。私が円錐を作った時はまず円錐台を作り、頂点だけは機械加工したものを溶接して製作したことがあります。では円錐の展開なんていらないじゃんって思いますが、円錐台の展開に使いますので、まずは円錐の展開から解説します。板厚は考慮せずに円錐の展開の考え方を理解しましょう。ここから出てくる数字の単位はミリとして考えていきます。では円錐の展開を解説します。例として高さが200、底面の直径が100の円錐を考えます。まずは高さと底面の半径からこの辺の長さを求めます。この値が展開する底面の半径になります。この点線の円です。底面の円周がこの円の何度分か知りたいので、この辺が半径の円の円周と底面の円周をそれぞれ計算して何分の1になるのかを計算します。その割合に360度をかけると 87.31 度と出ました。作図するとこうなります。実際に実寸で形にしてみました。曲げてみるとこんな感じになります。さあここまでが理解できたら円錐台やコニカルと呼ばれる展開をしましょう。例としてこのような円錐台の製作を考えます。先ほど解説した円錐の頂点から高さを100ほど切った形です。そのためこの円錐台の展開は先ほどの円錐の展開からこの寸法の半径分だけ切り取ればいいというわけです。実際に形にするとこのようになります。ここで知識として相似という考え方を解説しておきます。相似とは図形が拡大や縮小され比が等しい関係のことを言います。こちらの円錐台はこの円錐の高さの半分なので、展開した時にこの円錐から切り取る半径も半分になります。
つまり3分の1の高さで切るときは展開した半径も3分の1になるというわけです。では板厚があるとどのような展開になるのかを解説します。紙では板厚は考慮しなくても大丈夫ですが、実際に製作する場合は板厚があります。厚めの板の方が分かりやすいので、板厚 16mm の板で製作するとします。筒や円錐台などを展開する場合は板厚のセンターの寸法で展開します。ナンバー4、図面の読み方展開編1の3分30秒あたりで円柱の展開方法を解説していますが、基本的な考え方は同じです。この図の寸法で展開した形を板厚が 16mm で製作した場合はこの図のようになり、上側の内径が 34.48、 外径が 65.52、 下側の内径が 84.48、 外径が 115.52 となります。では上側の内径が50、下側の内径が100にするにはどうすればいいでしょう。この図のようになります。展開は板厚のセンターで考えるので、上側を 65.52、 下側を 115.52、 高さを100として展開すれば上側の内径が50、下側の内径が100の展開ができます。今度は静観が少しでも楽になる展開を考えます。この図のような45度の円錐台を例に考えます。断面図はこのようになり、寸法はこんな感じとします。この円錐を展開するときも板厚のセンターで展開するので黄色の線で展開します。この円錐台の上と下に内径合わせのパイプが取り付く場合はどうなるでしょうか。断面図を描いてみるとこうなります。展開したのはセンターの黄色い線ですが、基準は内径なので内径に合わせます。下側は自然に外貝先な感じでいいのですが、上側は重なって干渉してしまっています。ガス切断するかグラインダーで削るのか、どちらにしても大変です。このあたりを材料取りの時に前もって考えてもらえると静観はとても楽になります。つまり上の部分を円錐台に当たるところまで上げてしまえば内貝先な感じになりますよね。上側のパイプを最初からこの寸法を引いておけばいいわけです。縮み代を考えるなら、そこから縮み代分プラスしましょう。内貝先ではダメな時は外貝先になりますが、そんな時は覚悟を決めて加工しましょう。円錐台をこのようにガス切断グラインダー等で加工してパイプに貝先を取って乗せるといいと思います。これらはあくまでも一つの例です。いろいろな施工の仕方があると思いますが、材料取りの時点で静観に携わる人がなるべく手間がかからず楽に静観溶接ができればいいなといつも思っています。はい、どうでしたか。最近はソフトや AI が発達してきて、展開など計算的なものはパソコンなどにお任せだったりするのですが、そこに製造しやすいように工夫するのはまだ人にしかできないことだと思います。材料を発注した時点で製作しやすくなっていれば、静観屋さんもモチベーションが上がりますよね。私はまだまだ展開の必要性はあると思っていますので、これからも展開の動画を上げていきますよ。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。